全部めっちゃ好みで、可愛いなと思いました。かっこいいなって思いました。趣味とかが結構合うねってなって、初めてのデートだったんで僕も気合い入れて食べログ有料会員になって、食べるものとかすごく趣味が全体的に似ていて、お互い愛あったのが決め手かな。もうこの人しかおらんなと思って、体調とか崩した時とかも看病してくれたりとかマッサージしてくれたりとかして、そういうところも優しくて好きやなって思います。ホテルでディナーをした後に、ホテルのチャペルで最上階でカルティエの指輪をパカッとしてくれました。すごい夢を叶えてくれてありがとうっていう感じで嬉しかったです。はい、幸せです。めっちゃ幸せです。なんかみんなの印象に残るような結婚式にしたいなって思うんですけど、来てくださる方々にもすごい楽しんでいただけたらなと、家族がこう喜んでくれるような結婚式にしたいなって思います。